こんにちは柏流一の今日のインテリエンスを始めさせていただきます。今日はボリス後の世界あ。ボリス・ジョンソン首相がね、えー、辞意を表明しましたんで、まあ、すぐにね、首相職を辞めるわけじゃないんですけどね、あの党首の職は、保守党の党首の職は辞任なさいました。でそれそ,そのあとどうなるのかっていうことを、ちょっと今日は考えてみたいなと思います。まあね、えー、ジョンソン首相はね、日本との関係もすごく良好だったんですよね。で、対中包囲網を構築した一人でもあります。 大路、まあの大路主は強硬派でもありましたねですから日本にとってはすごくいい牧師張だったなとそう思うんですよねまあであと、まあね、ジョンソン首相といったやっぱりなん,かなんとなくね人,人懐っこいというのか人たらしというのかそういうとこがありますよね、まあ、しかしね脇あそうそう,そう脇が甘いところがあるんですよねだからパーティーゲーターみたいなのがあって不信任案が出て辛くも回避したそ,そこでもう一回っていうことで 保守党内部からやっぱ反乱が起きてそれで潰れていったとっいうのが経緯なんですよね。特に、ね、パーティーゲートに関しては、ね、警察に罰金を課された、ね、法律違反で処罰されたイギリス初の現職首相という、ね、すごく汚名を着てしまったこういうことなんですよね。まあ、ちょっと振り返っておきましょう、えー、ジョンソン氏は2019年7月欧州連合の離脱の断行を掲げて承認就任た。 半年後の総選挙で大勝し一時は60%後半の高支持率を誇ったところがその後、EU 離脱の影響による、えー、物価高騰やコロナ禍の打撃に見舞われ支持率は下降戦をたどると今年5月首相のつ側近が政権のコロナ対応の迷走ぶりを暴露したことも響いたさらに追い打ち,ちとなったのが昨年12月に、えー、首相官邸で開かれたパーティーの問題だと、えー、国民に厳格な外出制限が課されていた時期に 何十人もの政府職員が深夜まで飲食しながらパーティーゲームに興じていたことが昨年、えー、っと先月末だから、えーえー、なんだあ2021年か千二十一年末の、えー、大衆紙の報道で発覚と「米ウォーターゲート事件」にちなんで「パーティーゲート疑惑」と名付けられ他メディアも次々と出席者の証言などを報じているとジョンソン氏は関与を否定し激怒していると述べて関係者の責任を問う考え方を示したが 首相は嘘をついているで野党議員ですね。との見方もあると。これ実際ね、実際のとこどうだったのかというと、首相も参加してたんですよね。<laughs> パリピジョンソン、パリピポリス。んね、本当ね楽しそうにこうお酒飲みながらこうやってる写真が残ってるんですよね。ですからあのー、本人が嘘をついていたと。まあ、これでねやっぱり内閣不信野が出たっていう側面があるんですよ。でもそれが否決されちゃうんですね。 まあ普通ねあの先月か先月上旬、えー、保守党の信任投票にかけられて党首と首相の座を追われる危機を乗り越えたばっかりだったんですよねジョンソン首相というのはね今回は閣僚が辞任したんですよ2人もねあとで話しますけどね、えー、また新たな危機とこういう、まあ、危機というかもうこれ終わりましたけどねんでこの信任投票では大体ジョンソン首相は59%の信任投票だったんですね。 あテリーザメインの時でも63%だったんですよ。だからやっぱりあのあれですよねあのちょっとかなり党内からの保守党内からの反発をすごく大きかったとこういう方が言えるんじゃないでしょうかだからそのためね現行の制度だったらまあ6月まで行ける予定だったんですよねまあでももうこんなこんな来年までやらしておいてはいけないとそういう保守党内部のね一致した反ボリス。 ハン・ンンジョンソンっていうんですかそのうなれがうなりが、えー、爆発したのが実は7月の5日あったんですよ7月5日は何があったかっていうとああそうそうそうそれ以前にねまだまだトラブルが実はあったんですよね何かっていうと、えー、そこに降っておいたのがクリスチ・ピンチャー議員の不祥事だったんですね同、えー、議員は下院制クラブで不適切な行為をしたと報じられ、えー、先月末に、えー、院内副幹事長を辞任していたと。だからあのー 会員制のクラブですよ会員制のクラブで男性に対して不適切な合意があったってこういうことなんですよね。お前ここんなことはっきり言まあでもそれがあの大衆紙でね大衆紙で報じられてそ,れその人事の任命権を問われたんですよね。普通だったらこのピンチャー議員はこれね今職は辞任してますから普通はそこで終わるはずなんですけどやっぱり任命したボリスが悪いんだっていう話になってえっとこう盛り上がったとこういうことなんですね。 でイギリスの、えーリ,スえー、とリシー・スナーク財務省とザジド・ジャビッド保健省が5日、まあ、辞任したんですよ7月ねで国,に国を率いるボリス・ジョンソン,、えー、ン,ソン氏に信頼を置けなくなったとしたと両閣僚はジョンソン氏がこの日クリス・ピンチャー議員を2月に、えー、与党・保守党の院内副幹事長に任命したことについて謝罪した直後に辞任したとねやっぱりこの,こ,のこのクリス・ピンチャ、えーなんだ あクリスペン・ピンチャー任命問題が原因だったとこういうことなんですね。ジャビッド氏は、えー、っと政府が国益のために行動していないと辞任の理由を説明ス,ナ,スーナク氏はジョンソン氏をこれ以上支持できないとし両者の違いが大きすぎることを示唆したと、まあ、まあ全然全然関係ないこ,うこぼれ話なんですけど、えー、スナク氏とジョンソンジ,ジョンソンじ、ね あのジャビッド氏と一つの共通点があるんですよ何かって言ったらね二人ともねスターーウォーズが大好き <laughs> やっぱ世代的に僕らの世代になるからなんでしょうかねやっぱスター・ウォーズの影響って大きいですねアメリカだったらもう本当すごい影響ですからねまあどうでもいいんですけどねそんなアジアねまあだから結局ねだからこう考えてみるとジョンソン首相を今回辞任した原因は何かっていうと不徳の致すところであったと。 こういうことなんだう、ね、でこれ、まあ、お話ね聞いていただけたら分かりますけど政策の話じゃ全然ないんですよだから首相がうそをついていたっていうのが一番よくなかったかなと思いますやっぱコロナ禍でのパーティーでしょもうコロナで、ね、みんながすごく苦しんでるのに自分たちだけはなんか陽気にねパーティーをして楽しんでいた <laughs> これがやっぱりあの保守党内部ですごく問題になったんじゃないのかなとこう思います いや本当はねあのー、ジョンソン首相はまた次の打つ手があったんですよ。それは何かっていうと総選挙ですよ。えー、衆院とは下院を解散してそういうことがあったんですけど、まあそこまでは結局いけなかったとこういうことでしょうね。も、まあ、背景としてねいろいろ考えてみるんですがやっぱりブレクリットがあるのかなとも思うんですね。まだね実はこれ綺麗に決着がついてないんですよ。フランスのあの漁業権とかね設定の仕方とかそういうことでまだ問題が綺麗に片付いてないんで、そういうこともあったのかなと思います。 ただ,ね、だからこれあのロシア問題とか中国問題とかそういうことは全然こうかすりも,もっとねこ詰めかそうとも出てこないんですよですから多分ねあのウクライナ戦に影響するっていう見方もあるんですけどまあだからロシアはねあのボリスがやめやがったでやったーと思って喜んでるところだと思うんですけど、まあ、ウクライナはちょっと悲しんでるかもしれませんけどねまあそれはそうはならんやろと。まあ あのロ,ロシアの喜びは多分ぬ,ぬか喜びでやってたろうなっていうことが、えー、大体考えることができます。で今後のねやっぱりね英国の方針の英国の外交方針はどうなるのかっていうことですねそれはやっぱりこうちょっと気になるところだと思うんですよ。でもねも政策の上でね全然こう問題になってないんですよボリスは。だからボリスが問題になってるのは本人がパーティーパリピだったっていうこととあと嘘ついてたっていうね そういうことだと思うんですよね。そこが一番の、えー、今回のあの辞任の背景にあったことではないか。ですからあのジョンソン首相の、えっと対ロシア外交対中国外交これはほとんど変わらんとそう見るのが普通だろう。とそういうことなんですね。ですからあんまり気にしなくていいと思うんですよね。あのあの愛想のあるすごく一生だったと思うんですけど、まああの本人がねやっぱパーティーやってで。 パーーティーやってないって後で嘘ついたっていうのはあれが一番こう意外とねイギリスにって結構こういうとこは生真面目というのか許せないとこが多分あるんでしょうねですからだから,だから今回やめることになったんであって別に政策が悪いとそういうことでは決してないと思いますですからあのなんですかアジアにねどんどんこ,うこれからまた進出してくるっていう方向は多分変わらないだろうと思うんですね。 そんなまあヨーロッパは捨て,てねだからやっぱりヨーロッパというとこれからやっぱどんどんこう没落するっていうんですかやっぱりヨーロッパはもう没落する季節に入ったなということは確実に言えるとこう思うんですよ。例えばねその一つの,一つの例がねあのユーロですよね。ユーロは多分タイドルで10%以上下がってるんじゃないですか。だから円も下がりましたけどね円も下がりましたけどユーロも着実に下がってるわけですよね。 あの確かにねウクライナ,ウクライナの戦争ってありますからあのそれはユーロが下がるっていうのはある程度わかるんですけどそれ以上に下がってるんじゃないかなと思いますやはりこうやっぱりロシアと一体化してたんですよね経済がねそこであんなことが起きてましたからさロシアを一生懸命切り離してっていうことをやってるわけじゃないですかそしたらやっぱり返り血を相当浴びますわなですからヨーロッパ経済はこれから冬の時代と。 それは多分変わらないと思うんですよね。だから、そこを外れて、あアジ,アジアに活路を求めようっていう。その政策自身は決して他の政治家も多分違うとは言わないでしょうね。ですから、その方向性は多分変わらないと思います。ただ、言い方はちょっと変わったりとかそういうことあるかもしれませんよ。でも、あのトラスが相性にしてもあれですよね。nato が nato が世界の中心になるんだ。みたいな話をしてましたよね。だから、やっぱりそういう方向性は多分もうほぼ変わらないだろうと見ていいと思いますよ。 まあだからこうドイツが大き,いか大きい顔をできたのはこれまでこれからイギリスだよという具合にイギリスの方々は思っておられるんじゃないでしょうか、まあ、その上でねやっぱり嘘つくしちゃあかんわとそういうことだったんだとこう思います、まあ、総選挙も多分あったと思うんですよねやっぱりこう,あのなんかもう結構外出,外出禁止っていうのは結構厳密に行われてましたからで首都部だけあの都市圏だけなんですよねあのコロナの被害が出てたのね 田舎の方がそんなに流行ってっていうことはあんまりなかったんですから田舎の方を基盤にしている議員の方なんかはそれを気にされたのかもしれませんまあ、このボリスじゃとにかく総選挙は勝てない多分それはあったんでしょうねまあ、日本の首相も同じように考えてくださればいいのになとこう思うんですけどねあの早くやめて <laughs> こんなに物価も上がって発電ができてないとお前それ1年間何もせんかったからやないかっていうねやっぱりこうどういったらいいんかねやっぱりこう,こう政治家の言葉っていうんですかやっぱり英国の場合は重いんだろうなとそういう気がしますねいやー本当にあの岸田首相の言葉は軽いですよねやっぱりどこかのどこかのチャンスでねやっぱり自民党内部で党格運動やってほしいですよねイギリスみたいにねそうじゃないと日本経済が持たないですよ ねえそこの点はやっぱりイギリスに我々は学ぶべきじゃないかなとこう思うわけですねまあそんなことはどうでもいいですからまあボルイスが終わっても、あのー、多分日英関係って日英関係ですか日英のしっかりした同盟関係と言ったら言い過ぎかもしれませんけどまあそういう日英関係っていうのは非常に健康な基盤として多分残ることは多分確かだとそういう結論が残ります。まあ、今日はこのぐらいでよろしかった u うふうにポチョそしてあチャンネル登録もぜひお願いします。 サンクスもお願いね。というわけで、今日もおしまいします。失礼します。